しました。ここで長野県軽井沢町、長野県に入ります。ここでここからはもう下り坂になっていきます。軽井沢も標高が高いのでそんなに下っていくわけじゃないんですけども、おお、あれは多分そこの左手に見えている雲がかぶっているのではっきり見えないんですけども、あの山は何やろ、真っ白になって、あれやんな、多分多分ばっかり言ってますけど出てこないです。ダメや、出てこへん、もうやめます。今ちょうど目の前に映るかな。はい、あー見えない、もうめっちゃ言う、もうあれや、山がちょうど雲にかぶっちゃって見えてないですね。一回この緊急避難所っていうやつどんなんなるか入ってみたいなと思う時あるんですけど、こんなとこまだ余裕っぽいけど、そう、和田峠とか緊急避難所すごいなんかこうドドドドドンってなったとこあるんで、あれにほんまにブレーキかけんと止まれるもんなんか、ちょっとトラックでこうドン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 って一回やってみたいような、いや、やってみたくないような。でもブレーキがほんまに効かんくなった時、ああいう避難所を使うことがあると思うんですけども、もう今時聞かんってな、怖いな。はい、ただほんまにちょっと一回、これ軽井沢です。今夕日が、先ほど群馬側からはもう山の向こうになってたんで日が陰るような感じだったんですけど、この上まで登ってきたらまだ太陽があんな位置にこうあって、軽井沢の街をバーッと照らしつけています。やっぱりそれぐらい群馬県から見たらこの軽井沢標高が高かったっていうことですよね。これ太陽がもう沈んで、もう山のあれに沈んで、電車のところではもう暗かったもんな。ここが長野県の軽井沢、ペンションとかいっぱいある避暑地となっています。ローソン、でも、この軽井沢どうなんやろな。僕はもうほんまにここただ通るばっかりなんで、どんなところかちょっと探索したことがないので、うろうろしてみたいなと思うことはあるんですけど、いつもここは通りすがるばっかりです。それもいつもだいたい今まで走ってここら辺を走るのはもう夜やったんで、もうほんまにこうやって日中走ることってもうめったにないんやな。大倉路地に入ってなんかちょっと仕事のパターンもいろいろ違うので、こういうなんか時間で、こんなお昼の時間にこんなところを走ってみたりっていうことがあるんですけど、前まではやっぱり夕方関西で荷物積んで、そして夜とこ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 19号なり使って上がってきて、ほんでこの18号で群馬に抜けていったりとか、そういう運行してたので、こんな時間帯にこういうところを走るってよっぽど荷物が早く詰めたりとか、そうそうやな、帰りに荷物が早く詰めたら通ることもないこともないけど、でもなんかいつも遅かったな、だいたい。だからやっぱ荷物が早く詰める、遅く詰めるで、だいぶなんかあれですよね。
見える景色も違うというか。そう、ほんであれな、あの山何やったんやろな。今もうちょっと画面上では本当に見づらいんですけども、なんかあのすぐ目の前に山が、大きい山があって、これ何やろ、何や何や、出てこい。あ、やっぱそれ浅間山や。そうや、出てこい、浅間山やったっけとか思いながら、もう違ったら嫌やな思って、何やったっけ何やったっけ言ってましたけど、浅間山です。254号線からもやけど、浅間山、あのちょっと遠目に見えるんですけど、遠目っていうか1個はあの18号線から離れたところから見る角度で見えるんですけど、この軽井沢からは、あの軽井沢、この18号線からは浅間山がもうすぐ間近に見えて、この麓を走っている国道になります。麓まで行ったら大げさかな、でももうほんまにすぐそこ、これあの浅間山のここに今見えてるこのこの山、この浅間山の 稜線の一部です。こっからギュイーンって行く、ギュイーンって行きます。でもちょっとギュイーンギュイーンって行って、今雲が被ってるのであれですけど、浅間山は真っ白になっています。うん、綺麗な浅間山って、確かこれは火山、まだあの噴火している、あのそう火山活動が起きている山やったと思います。一回止めます。走り出したらとか再開しよう。はい、走り出しました。はっきり言って、何がペンションなんか、なんかもうよう分からへんねやな、こんな別荘なんか、これ多分でもこの周りにあるわ、これもう全部別荘なんかな。家にも見えるし、なんかボコ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 あるんですけど、右や左に。ほんでこの国道18号しか僕は走ったことないので、この軽井沢のそのどこが中心街っていうか、なんか昔はタレントショップとかあるとか言うたような気がするんやけどな、ちゃんと あるとか聞いたことがある気がするんですけど、わっ、でもめっちゃちっちゃいヤマダ電機の看板がある、そこに。あ、これあれや、ミニマムヤマダや、たまにあるな。ここ今メルヘン橋っていう橋を渡っています。今日は軽井沢雪ないです。あ、この右手にちょっと浅間山が見えています。すげえ綺麗な、
気温こんなに晴れてあったかそうに見えるんですけど1度です。あ、これ何、なんかちょいちょいやっぱおしゃれななんか建物とかあったりします。さすが軽井沢って思う。わ、浅間山が見えてきました。前方雲がかぶっていますが浅間山です。綺麗です、超綺麗。時はためらいさえもご覧愛の強さに変えた時々僕は無理に君を僕の形にはめてしまいそうになるけれど時々
時々僕は無理に君を、およそ 500m 先、浅間山内入り口右方向です。県道80号線に入ります。八ひげおじさんの店、いつもこれチェック、蜂に包まれてるおじさんです。これずっと昔からあるの、これほんま、はい、八ひげおじちゃん。時々僕は無理に君を、違う、時々僕は無理に君を、僕の、なんでこんなむずいんや、で眩しすぎるし、時々僕は無理に君を、僕の形にちゃうよな、時々僕は無理に君を、まもなく右方向です。その先5キロ以上道なりです。時々僕は無理に君を、時々僕は無理に君を、僕の形にちゃうやん。はめてしまいそうになるけれど、二人が育む愛の名前は、街に埋もれそうな小さな忘れな草。あ、間違えたよ、右けどな。あ、新しいルートで案内します。はい、まもなく右方向です。その先およそ 300m で左方向です。いけんねん、これいけんのかよ。右方向です。行くでいい、幸せかい、そんな毎日に時はためない、さえもほら愛の形に変えた。怪しそうなとこやこれ。おお、よくせ、ごっつい草がいっぱいなんやけど、ブーブー。幸せかい、そんな毎日に。まもなく左方向です。一時停止です。その先5キロ以上道なりです。形に変えた、初めて君と出会った日、僕は君の向こうの空をいつまでも探してた。君が教えてくれた左方向です。名の名前は、街に埋もれそうな小さな忘れな草。よっこいしょ。浅間山ライン、はい、僕はこの道来たことありません。浅間山ライン初道路です。18号のしかずっと行ったことないな。これあれかな、あの伊吹山の、滋賀の伊吹山のあたりのあの麓を抜けるような、あのこの山の麓にこうスーッとあの通っている道のようです。なんか伊吹山のあそこ303かいな、303のところから伊吹山のあの麓を抜けて、浅井、あれ浅井かな、あっちの方に抜ける道と似てる気がします。国道18号線から1本あの山の麓に入ってきた道になります。右手には浅間山が、あの先ほどまで雲がかぶっていたんですが、しっかりあの山頂まで見えてくるようになりました。しかしあのこの携帯の画面上は見えません。
転がり続けてこんなとこにたどり着いた。シェリー、俺は焦りすぎたのか、むやみに何もかも捨てちまったけれど、シェリー、わからへんやんけ。一人で生きるなら涙なんか見せちゃいけないよね。シェリー、お前の言う通り、金か夢かわからない暮らしさ、転がり続ける俺の生き様を、時には無様な格好で支えてる。シェリー、哀れみなど受けたくはない、俺は負け犬なんかじゃないから、俺は真実へと歩いてゆく。シェリー、いつになれば俺は這い上がれるだろう。シェリー、どこに行けば俺はたどり着けるだろう。シェリー、俺は歌う、愛すべきものすべてに。シェリー、見知らぬところで人に出会ったらどうすりゃいいかい。シェリー、俺ははぐれ者だからお前みたいにうまく笑えやしない。シェリー、一人で生きるなら涙なんか見せちゃいけないよね。シェリー、一人で生きるなら孤独すら恐れやしないよ、うん、幸せだった。
しいのプロパンガス、コルタルの壁、壊れかけた窓、夕暮れの背中、あの路地口でいつも、おふくろは泣いてた。週末になると親父はいつも俺をバイクに乗せた。人気のない海岸線に親父は腰を下ろした。黙ったままタバコをふかし、ずっと遠くを見てた。生真面目だけど自分の人生には憤りを感じてた。ララ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 ラ。遮断機が降り、錆びた線路を蒸気機関車が走る。踏切を渡ると川が流れ、繊維工場の煙、回送列車が捜査場へ入る、その前に駆け足で早く、駆け足で早く、帰った。ララ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 ラが俺の手を引いてゆく。昨日の涙の訳も言わず優しく歌っていた。川伝いに大きな影と小さな影が揺れる。子供たちのためだけに、ただ優しく歌ってた。ララ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 。親元を離れ戸惑いながら、月日は流れていた。薄汚れた都会のベランダから見えない海を眺めてた。俺は初めて親父やおふくろをたまらなく愛した。取ったばかりの辛いセンス、明日羽田に迎えに行く。ララ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 
ラー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